グラント・カーク・ホープは、イギリス出身で、後に、アメリカ合衆国の市民権を取得した、ゲームミュージックの作曲家。ゲームミュージックへの貢献によって、英国映画テレビ芸術アカデミー、米国作曲家作詞家出版社協会、国際映画音楽批評家協会などの様々な賞に、ノミネートされている。スコットランド・エディンバラに生まれ、5歳からノース・ヨークシャーのナレスボロで育ち、 キング・ジェームスズ・スクールに通った。王立ノーザン音楽大学でトランペットを学んだ、あと様々なバンドに参加し、サックス奏者スネーク・デイビスと共に、ズーとアンとザ・ルーツにもトランペット奏者として参加していた。またカーク・ホープは、イギリスのロックバンド、リートル・エンジェルスのバックバンドとして活動していた、ザ・ビッグ・バット・ホーンズにも参加しており、エドワード・バン・ヘーレンやボンジョビ。 ダブルゼータトップなどと共にツアーを行った。エドワード・バン・ヘイレンから直接、エレキギター、アーニー・ボール、ミュージックマン・ EVH を譲り受けている。1995年、友人であったロビン・ビーンランドの推薦を受け、レア社に入社。レア社での初めての仕事は、キラー・インスティンクト2でのギターとトランペットの演奏であり、初めてゲームミュージックの作曲を行ったのは、 ゴールデンアイ007であった。2008年からビッグヒュージーゲームズに所属し、キングダムズ・オブ・アマラー、レコニングの作曲を行う。2012年からフリーランスとして活動している。2017年、アメリカ合衆国の市民権を取得。公開予定の映画、ザ・キングス・ドーターで初めて映画の音楽を担当した。バンジョーとカズイの大冒険や、ヨーカ・レイリーに見られるような、 心地よく素朴な楽曲から、ゴールデン・アイ・レイ・レイ・でのヘビーメタル、パーフェクト・ダークでのサイバー・パンク・スタイル、キング・ダムズ・オブ・アマラー、レコニングでの雄大なオーケストラ・アレンジと作曲の幅は広い。モンキー・ラップは、カーク・ホープが作曲した、ドンキー・コング64のオープニングで流れる楽曲で、日本版の CM にも使われた。歌詞中ではゲームに登場する各コングがラップに乗せて、 紹介される。後に、大乱闘スマッシュブラザーズデラックスでアレンジされ、8日レイリーではこの曲の後継となる曲も作られた、伝説的な楽曲であるが発売当時は、多くの国評を受け、ファンに好かれるまで15年かかったとカークホープは、10回している。カークホープが作曲を担当した、集まれ。ピニアータは2007年の英国アカデミー賞ゲーム、部門作曲賞に、 ノミネートされた。キングダムズ・オブ・アマラー、レコニングは、インフカのオリジナル作曲賞、ビデオ・ゲーム、インタラクティブ・メディア部門、及び2012年のキュアワーズ・ベスト・楽曲賞にノミネートされた。また自身もキュアワーズのベスト・ブレイクスルー、作曲家部門にノミネートされた。シビライゼーション、ビヨンド・アースは2015年のアス・キャップ・コンポーザー、S ・チョイス・アワーズにノミネートされ、 インフカのオリジナル作曲賞、ビデオゲーム、インタラクティブメディア部門を受賞し、2015年の旧、アワーズビデオゲーム部門ベスト楽曲賞も受賞した。また、シビライゼーション、ビヨンドアース、ライジングタイドも2016年のアスキャップを呼び、インフカの同賞にノミネートされた。オーバークロックドリミックスによる、スーパードンキーコングにの非公式アレンジアルバム、 シリアスモンキービジネスにおいて、デビッド・ワイズがアレンジした楽曲、リスキュードの演奏にロビン・ウィーンランドと共に参加した。集まれ。ピニャータのアニメ化に際し、声優の選考に関わった。ありがとうございます。